ジャン君、ポンちゃん、ヒーターの前でお待ちかねだったので今スイッチ入れました。おはようございます。はい、おはようございます。ジャン君、朝一番で布団に入ってきてずっと寝てました。いいね。暑いのか寒いのかよくわからん日です。僕はなんか夜中に布団を剥いでいたようですが、寒かったんですって。寒かった。いや違うよ、だから部屋は暖かくなったから、うん、あの夜入ったの、朝方っていうか、うん、入ったので戻しましたということだそうです。はい、ヒーター大人気の薪でした。カメラ撮影が始まると止まる人です。私もさっきからね、遊んでくれたと思ってますと、あんまりそうでもなくなっちゃうんだよね。ジャン君ウィッグかわいい。ジャン君、うん、一緒に一緒に。
そしてポンちゃんは無反応。ポンちゃんもさっき遊んだよね、少しね、走ったよね。どうですか、どうですか。ちょっぴりだけね、ちょっぴりだけ。でもポンちゃんもカメラ回し出したら走らなくなっちゃった。みんな上手にさ、インスタとかにさ、うん、こうすっごい遊んでるとことかがさ、写真撮れてたりするんだけどさ、遊ばせながら撮るのは難しい。すごい難しいよね。しかもどうやらね、スマホじゃなくてちゃんとしたカメラで撮ってるんだよね。すごく綺麗に撮れてて、みんなすごい上手なんだよね。まあ、おっちゃんがカメラ担当で遊ばせ担当を葵いママさんやればいいんだよな。じゃあちょっと待ってね。だっていつも一人だとさ、もうカメラが動いたことが分かっちゃうとなかなか大変で、ヒュッ、ドゥー。あんまり長続きしないね、ジャン君の場合ね。また少ししてからやればいいのか。今ちょっと飽きちゃったね。そうなんだよね。また後でね、ジャン君。ジャン君。ジャン君。そしてポンちゃん。ポンちゃん喉カラカラだけど、チャタタタンチャチャン。チャタタタンチャチャン。チャタタタンチャチャン。びっくりです。すごいの届いた。もらっちゃった。すげえやつもらっちゃった。見てこれ、アニャショニックだよ。見て見て、スチーム吸入器。喉の調子が悪いのをずっと言っていたらですね、もらっちゃったね。ひょーひょ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 。私が買おうとしてたやつの何倍も立派なものだよ。そうね。私ね、あのなんだ、手で持ってシューってやる、スマホとかぐらいの大きさのやつをね、通販、生活で見て、あ、それがいいかな、どうしようかなって思っていたところだね。だけど。そんなものとは比べたものになるんだよ。やったーやったーやったー。ということでありがとうございます。なんかだいぶ恐縮なんですが、これを使ってですね、喉の不調を完全に治したいと思いますが、それが原因かどうかはちょっと分かりませんので、まあそうね、歌う前には必ずやるとか、1日1回やるとか、そういう感じでやらせていただきます。うん、ありがとうございます。やっぱ乾燥はね、やっぱ乾燥だよ ね、まあ、ね、飲み物飲むとちょっと良くなったりするから。そうね、あのライブで歌う間これを夜明けに置いといてやるか。ちょっと調子悪くなったらまたシューって、うん、すごいね。はい、まあ開けるとこは後ほどということで、どうもありがとうございます。パナソニックのすごい高級なやつっぽいやつ、ありがとうございます。喜んでおります、喜んでおります。